アドベンチャーシーンではプレイヤーはアクトによってなでしこ内を歩き回ります。各キャラクターとの出会い、会話を通じてパラメーターが変化。私をはじめとする10人の女性キャラクターの誰かと全8ステージを通して心を通じさせることが目的となります。アキトの部屋と呼ばれるプレイヤーの部屋に移動を行うと、10人の女性キャラクターとの感情度、進行度の観測、またデートの約束を行うことができます。ただしクルー全員に張り巡らされた人間関係を上手に把握しないとすぐ崩壊してしまいます。上手にバランスを持って行動することがポイントになります。